さあ J リーグジャッジリプレイスタートです。 J リーグは依然として新型コロナウイルスの影響で中断中ですが、今回も特別編としてお届けしてまいります。というわけで今回はこちらの皆さんと共にお届けします。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回はスペシャルゲストとして昨シーズン限りで現役を引退されました那須大輔さんに来ていただいております。那須さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。那須さんといえば現役時代の晩年から YouTuber としても活躍されてますけれども、はい、現在の活動はそちらがメインになりますか？そうですね、そちらやりながら、はい、サッカーの解説とかも含めてなんですけど、はいはい、まあ、メインというかそうですね、それも軸としてやってますね。なるほど、はい、平田さん相当話題になられてますよね。いやいや、もうなんか那須さんイコール YouTuber みたいな感じにね、サッカー界のなってますもんね、はい。そんな那須さんと今日はジャッジについて議論をしていきたいと思うんですけれども、那須さんといえば J1 で通算400試合出場、これは素晴らしい記録なんですけれども、うん、特に、まあ、ディフェンダーとして活躍されていたにもかかわらず一発レッド、はい、一発退場というのは実は一度もないんですね。ないですね、はい、はい、これは心がけてたことでもあるんですか？まあ、やっぱり後ろが1枚抜けると戦局的にだいぶ変わってしまうので、はい、まあ、そこはちょっとどちらかというと熱くこうプレースタイルとしては見られてたんですけど、うん、心の中ではちょっと冷静にそこはやらないとやっぱ試合というかチームを迷惑かけてしまいますし、はい、まあ、勝利に遠ざかってしまうので、まあ、そこはカーッとなっても逆にそのカーッとなって相手をこう挑発じゃないですけど、はい、それで相手にこうメンタル的にコントロールできないぐらいにしないといけないと思ってたんで、はい、だからそこはあんまちょっと気をつけてましたね、自分の中でも。そういう素晴らしい振りが原さん今ちょっとあったんですけれども、はい、そんな那須さんがですね、うん、1試合で2枚イエローカードを受けて退場になったことが2度ありまして、まあ、それも非常に少ないとは思うんですけれども、うんうん、そんな貴重な那須さんがカッとならない那須さんが退場になってしまったシーンというのをちょっとご覧いただきたいと思います。いいね。2008年の J1 の第25節です。東京ヴェルディ対大分トリニータの一戦なんですけれども、後半開始早々の大分のフリーキックの場面、那須さんが当時大分の選手だった森重選手とポジション争いの中でこの試合で2枚目のイエローカードを受けて退場となってしまいます。これ那須さん覚えてますか？これはカーッとなりましたもう鮮明に覚えてます。だいぶ今だ汗かかれてますけど、はい、ちょっと暑いなと思ってどうですかこのシーン那須さん。森重選手もちょっと、はい、わざとじゃないですけど、はい、僕を挑発じゃないですけど、はい、それもちょっと駆け引きの中でやってきてたんですけど、はい、で僕がちょっともう冷静さを失ってしまったのでちょっと肘が胸のあたりにバンって那須さんの胸にね入ってますよね。入ってるんですけど、うまいっすよね。もちろん那須が悪いんだけど、はい、ただ那須はこれちょっと珍しいと思う。本当にいつもはね、この審判受けもいいんだよ那須は、はい、だから一発レッドは少ないんだと思うんだけど、はい、やっぱりこう俺が東京でやってたモニアみたいのは審判受けが悪いの、はい、なんつうんだろう、その表情も悪いしね。でも那須なんかやっぱそこら辺が上手だから。でもこれ珍しいね。そうですね、うん、これは、はい、まあ森重もちょっと大げさではあるなすんごい汗で書いてきましたもんすんごい汗で書いてきました。これもうどの辺でやってもうたみたいな感じなんですか？いやもう向かった時点で自分抑えられなかった、はい、ああ。でも歩いた時点でもう自分コントロール引かなくて、もうこの時点でもう無理だと思って。なんかそうだね、はい、これは深野さん2枚目が出ても仕方がないという感じですか？仕方がないですね。なるほどなんかこれだけで平田さん今日ずっとやれそうですけど、もうもっと喋りたいですね本編いきますか？はい、わ、はい、かりました、はい。今回は J リーグが中断中のこの機会を利用して視聴者の方の関心も非常に高いドグソに関する事象をピックアップしていきます。さあというわけで昨シーズンの J リーグの試合の中からまずはこちらのシーンを取り上げます。2019明治安田生命 J1 リーグ第28節、サンフレッチェ広島対ヴィッセル神戸の65分のシーンです。広島がチャンスを迎えます。パスを受けた森島が自陣からのロングフィードで、これに対してドーグラス・ビエイラが走り込んで抜け出しますが、そこで、大崎がファールをして、ドーグラス・ビエイラを倒します。大崎にはレッドカードが
出されましたが、まずドブソのおさらぎを兼ねてこのシーンを取り上げたいと思います。さて、これは非常に分かりやすいドブソのシーンだとは思うんですけども、那須さん、はい、ジャッジリプレイたまにご覧になっていただいている、はい、ということですけども、ドブソはご存知ですか？はい、もちろん。ではドブソの要件というのはご存知ですか？ごめんなさい、しっかりとはごめんなさい、ざっくり、はい、4つありますその中でいくつかじゃあお分かりになるところはありますか？要件ちょっと待ってください、ド忘れしてしまいましたではドグマスの平畑さん、わかりました、4要件お願いします、はい、まず方向ですね、はい、ゴールに向かっていく方向が大事ですね。それからあと距離ですね、ゴールまでの距離、はい、で相手守備者の、人数と位置ですね、うん、そしてその、このファウルがなかったらこうプレーができる可能性があったか、コントロールできる可能性があったかという、4要件です。全然こけなかったですね。素晴らしいですね。もう100点すぎて。すごい。こけさせていただきました。もうドグソマスターすぎて、はい、この前僕のツイッターに、はい、なんかサッカーゲームでレッドカードを出されたみたいで、はい、その映像を送ってきてこれがドグソに当たるかどうかなるほど見てくれっていうのが来ました。なるほど、マスターどうですか的なマスターどうですかみたいな話ありましたからでも今の説明で深野さんバッチリですか？完璧です、ね、大丈夫ですか？ありがとうございます。さすがです。ありがとうございます。ではですね、改めてこのシーンに話を戻したいと思いますけれども、まず平田さんこのシーンどうですか？これはもうドグソでいいんじゃないですか。典型的だと思います、ね、方向もそうですし、うん、で、距離も本当にゴールまでもうシュート打てるような距離でしたし、はい、あと相手の守備者っていうのもあとゴールキーパー、はい、ファールがなかったらあとゴールキーパーだけでしたし、うん、ファールがなかったらボールはコントロールできたので、4要件全て満たしてるのかなと私は思いますけど、うん、なるほど、はい、原さんこのシーンどうですか？もうこれはシンプル、はい、うん、ドグソーのシーンだし、まあ、レッドカードで全く問題ないんじゃないですか。ちなみに那須さんは、まあ、自分のいたチームの、はい、シーンではあるんですけども、はい、大崎、まあ、プレー的なことを言えば、はい、この大崎選手って割と足に自信あるんですよ、はい、ポジショニング的に多分そのもうちょっと早く、僕だったら早く、足がそんな早くないんで戻ってたと思うんですけど、ある程度自信があって、相手選手がそれ以上に上回って体も強かったとか、はい、多分自分のイメージを上回ってしまったというか、うん、だからもう前入られた時点ではもうこの時点もう無理ですよね。もうそうですね、はい、これはもうしょうがないかなっていうか、もうレッドはしょうがないかなとは思いますけど、納得はできるという感じですか？もう納得ですね。もうしょうがないですね。もうこの入れ替わった時点でどうしてもディフェンダーだとこう、こうなんていうんですかね、前に入らせないっていう気持ちが働いてしまうので、こうなると、うん、このシーンに関してはじゃあ深野さん、もう典型的なドグソとして紹介していいということですかね。はい、間違いないです、はいはい、非常にシンプルで、もう皆さんおっしゃった通りのように特に付け加えることもなく、なるほど、シンプルにドグソということで、木村さんもいいところで、そう、主審が素晴らしい、すごくね、素晴らしい、そうなんですよ、近かったですもんね、本当に。ではですね、まあ、このシーンがまず典型的なドグソに値するということで間違いないと思うんですけれども、ではこれに関連して次のシーンをちょっとご覧いただきたいと思います。これは昨シーズンの試合 J2 の第29節徳島対琉球の51分のシーンです。徳島の岩尾のフィールドに川田が走り込んで琉球の岡崎にファールで止められました。これも先ほどと同じようなシーンには見えるんですが、岡崎に出たカードはレッドではなくてイエローでした。このシーンはなぜ一発退場にならなかったのか、まず那須さん、これに関してはどう感じますか？これはまあイエローで、そのキーパーの距離もそうですし、はい、そのチャンスという意味で入れ替わりきってないので、うん、決定的なんですけど、あれが多分抜け切れば決定的なんですけど、うん、多分距離として、まあ、キーパーも出てきてましたし、でもちょっと肘もあるんで、うん、平田さんどうでしょう？なんかこう今何度か見てるうちにちょっと肘の方が僕も気になりますね。ドグソ云々よりも、ただちょっと見ると、まあもし仮にボールをコントロールできたとしても、これファールがなくてですよ、岡崎選手も並走できたのじゃないかなっていう感じで、その相手ディフェンスの位置とか数っていう部分で言うとドグソには当たらないのかなっていう気は僕はするので、
あの肘は気になりますけど毒素っていう部分では、うん、4要件を満たしていないのでイエローになるのかなっていう気がしますね。なるほど、はい、結局川田がまだコントロールできてないっていうか、はい、あのでしかもキーパーが出てきてるんでキーパーがあの出れる可能性もある。でそういうふうに言うとさっきの要件で言うとほらコントロールできたかどうかっていうところの、はい、コントロールができてない状況、うんうん、まあ、もちろんこの肘が気になるんだけど、あの毒素に当てはまるかっていうと肘もそれほどなんかすごいエルボーでもうぶっ倒しちゃってるっていうんではないから、うそうなるとやっぱこのイエローの判断は正しいじゃないかなっていうふうに思います、うん、なるほど。4要件が足らない、うん、特にコントロールっていうとか、ドーグラス・ビエラはもう完全にボール触ってないけど、うん、はい、自分のボールになっている、これはやっぱりどっちつかずという感じなんで、そういうふうに見るんじゃないかなっていう気はしますけど、ね、なるほど、はい。皆さんイエローでいいんじゃないかというお話ですけれども、深野さんではこのシーンの解説をお願いします。はい、イエローで良いと思います、はい、さっきとの違いはやっぱりボールをコントロールできる可能性ですね、うん、非常に高いボールでまだ彼がコントロールできるかどうかっていうのがどうかなっていうところなんですよね。でもう一つ前のシーンだとボールは多分腰の位置から下ぐらいにあって、うん、容易にコントロールができる、これはまだ頭上にあるので、はい、まあ、どっちだろうっていうところで言うとやっぱりグレーっていうところで4要件を満たしていないので、警告で間違いないと思います。で仮にこれが肘というか腕が、はい、まあ、この首付近に当たってますけど、それをファールと判断するんであってもこの状態であればイエローでいいと思います。なるほど、はい、乱暴な行為までには至っていないということですね。あのいわゆるこう肘を使うプレーっていうのはもう肘を振るとか、うん、非常に危険な行為を指すんですけども、これだとまだこの腕のあたりをちょっと押すっていうプレーなので、もしその毒素じゃなく関係なかったとしても首の付近ですからね、それは間違いなく警告以上ではあるんですけども、警告でいいと思います。いわゆるどうでしょうか、深野さん前回ご出演していただいた時にお話に出たスパというシーンには該当するんですか。4要件を満たしてないので毒素ではないんですけども、その手前の、はい、まあ、チャンスではあるので、うん、スパというふうに考えられますね、はい、見てる人はちょっとおいってなるところかもしれませんけども、そうです、その通りです。おチャンスだろうっていうことでは間違いがないと思うので、やっぱりあの約束されたチャンス、ストッピングプロミシングアタックというのがスパ の語源ですけれども、はい、約束されたチャンスを潰した1対1ですよね、まあ、2対1って言った方がいいですかね、うん、っていう状況ですので、これにカードが出ないとやっぱりみんなおおって逆になるんじゃないかなと思うんですけど、はい、いかがでしょうか。一番はじゃあこれはイエローカードになったのはコントロールの部分ということですね、4要件の中で、はい、違いないです、はい、わかりました。では続いてのシーンに参りたいと思います。2019明治安田生命 J2 リーグ第1節、レノファ山口 FC 対柏レイソルの38分のシーンです。柏がチャンスを迎えます。シャルジソンのスルーパスから小池がペナルティーエリア内に侵入してチャンスを迎えますが、そこで山口の瀬川に倒されて PK となります。ただこのシーンでも倒した瀬川にはレッドカードではなくてイエローカードが出ました。このシーンもドグソだったのかどうか、そのあたりを皆さんに議論していただきます。さて、このシーンですけれども、まず那須さん、はい、イエローカードとなったわけですが、那須さんはどう思いますか。僕見てたらナイスジャッジと思っちゃったんですけど、はい、足がちょっと当たってるんですよ、ええ、少し当たってるんですけれども、スライディングした方もちょっと引いてますし、だから、うん、あれで多分行き切っちゃって足まで勝ってたら僕はまあ、レッドかなと思ったんですけど、ディフェンスの選手が、まあ、一応伸ばしてはいるものの相手が先に触ってしまったので、もうどうしようもなくなってしまったというところで、うん、イエローで良かったんじゃないかなっていう、これが当たりきってたらレッドでもいいかなっていうふうには思うんですけど、まあ、悪質なプレーには見えないんですけれども、これがドグソかどうかという点では那須さんどうですか。まあ、入りきってるのでドグソっていう意味ではその入れ替わってるので、はい、難しいですよね。平田さん、はい、これはドグソかどうか。相手の守備者数と位置みたいなところも、うん、ボールのコントロールという部分でもそうですし、あのセンターバックの選手も一人いて、ゴールキーパーも結構近い距離にいたので、そういう意味ではドグソではないのかなっ
ていう気はしますけど。なるほど。でコントロールもちょっと大きくなってるような気がするんですよね、うん、あれがあのファールがなかったらそのままシュート打てたか打てたかこれもねまたカメラの角度で、うん、でもちょっと大きくなってるような気がしなくもないですよね。原さんどうでしょうか。独走じゃないね。独走じゃないじゃないんじゃない の、 あの周りのプレイヤーもまだあの可能性としてほらもうシュート打てるっていうよりもセンターバックももう一人来てるし、はい、だからこれはイエローで良かったような気がする。このまんまでっていう気がするけどね。これだってプレーを本当にしようとしてるけど相手のが小池の方がちょっと早かった、うん、でこのセンターバックもいるのであれトラップして もしかしたらなんかまだであのこっちのディフェンダーもなんかできたかもなっていう気もしなくはない。あでも分かんねえなこれ見る場所によるね本当ですもうカメラの角度で全然印象変わるんですよ ね、 ね、まあ、ドグソかどうかというのはこの今ボールによっていった味方の位置ディフェンダーの味方の位置というのはすごく、うんうんね、あの一つポイントになると思うんですけれども、まあ、皆さんもそこについて言及されてますけどそのあたりも含めて深野さんどうなの このシーンの説明をお願いします、はい、まずあの那須さんがおっしゃったそのファールの質っていう部分ですね。ファールの質をまずレフリーは見ます。そのどれぐらい悪質なのかというか、うん、それによって警告が出たり退場が出たりまずします。で那須さん非常にいい視点を持たれていてディフェンスが足を出してそれを引いたそれは相手に行ききってないっていう意味ではそこまで悪さはないですよね、はい、だからこのタックル自体には私は警告もいらないかなというふうには思います、うん、当然足の裏であの相手にまあ向かっていったりするとまた警告が出たり退場が出たりまずファールの質を問います。で次に戦術的なものを問うんですけれどもそれはファールの質とはまた別で考えます。それがあのタクティカルファールっていわゆるドグソだったりスパっていうものなんですけれども次にそっちを考えるんですけどじゃあこれがドグソかドグソじゃないかっていうところなんですけれどもプレーが結局動いているのであの分かりづらいと思うんですけどファールをしているところで止めていただいていいですか。こう平畑さんどうですかね。つまりそのあのセンターバックのポジションも間に合う位置じゃないっていうことですか。そうですそうです。あこの今ちょうどファールをした状態ですと一番最前線にいてゴールキーパーとも1対1でボールマンのちょコントロールをして入っていって、うんそういう意味では4要件を満たしていて独走です。ですがペナルティーエリアの中で、ボールにプレーしようとしたので、主審はイエローカードを出しました。守備側の選手がしっかりプレーをする意図があったと。そうです、うん、ボールにプレーをしたので1段下がって警告というふうになりました。ですから独走ペナルティーエリア内ボールにプレーしようとした、うん結果イエローカードが出たということになります。30罰にはならない案件だということ。ならない案件ですね。まさに競技規則が変わってやっぱりディフェンスの選手がボールにプレーしようとするものを推奨しようとしているっていうのがここに表れているというふうに言えると思います、うん、なるほど。これ深野さんあのボール、ファールがあった瞬間の静止画と、はいはい、じゃあその、まあ、わずか1秒でも 0.5 秒でも、はい、ずれたところの静止画で見るといやセンターバック余裕で間に合ったんじゃないかっていうふうにも見えてしまうと思うんですよ。あの少しプレーを流していただくと分かるんですけどあディフェンスこれキャッチできたんだあのボール取れたんじゃないとかゴールキーパー取れたんじゃないって思われると思うんですけど、はい、ファールした瞬間を確認しなければならないのでやっぱりそこは違うと。このファールがなければ彼はシュートが打てましたと、うんどうしてもこの先の絵をちょっと見てしまったり。そうなんです、ね、そこが難しいところでするんですけどね。そうなんです。だから審判員はやっぱりこの状況でこう写真を撮るというか静止画を頭の中で撮って、うん、あれがどうだったかっていうのをパッパッパッと考えなきゃいけないのでちょっと大変は大変ですね。うんだこれがもし足でのファールじゃなくて腕で止めてたりしたらレッドカードになるということですか。そうです。ドグソでペナルティエリアの中外関係なくレッドカードです。そうですよね、はい、なかなか難しいね。でもまあ確かにこれはドグソはドグソって言われればね、まあ、コントロール小池はしっかりしていてでも足がなければそのまま行けた可能性はやっぱり高いのは高いね、うん、だからそういうふうにシンプルに考えると
いいんじゃないですか、うん、だけど腕は違うんだね。はい、そうです、うん、引っ張る、押す、押さえるですね、うん、やっぱり腕を使ってはいけないスポーツなので、そこに関しては30罰関係なく、そのままです。あ、というわけでこれはじゃあ深野さん、ドグソで正しいということでよろしいですか。ドグソで正しいです。はい、わ、はい、かりました。このコンテンツでは毎回視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンをツイッターで募集しております。ハッシュタグ J リーグジャッジリプレイで取り上げてとつけまして、ぜひ投稿してください。サッカーに関わる皆様へのリスペクトをお忘れなくお願いいたします。さて、来週は番組がお休みとなりますが、4月からは再びお届けする予定となっております。ぜひまたジャッジリプレイをお楽しみください。というわけで今日も皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。